今田敏夫です。長谷川は自分にとってガンガンやり合える相手なので、どちらが先に潰れるかとことん勝負したいと思います。必ず KO して全場でトップを張る厳しさを叩き込みたいと思います。今日はギブアップか KO で試合決着ということなんで、きっと山田選手からは厳しい蹴りがガンガン来ると思うんで、それをしのいで、スリーパーで落としていきたいと思います。本日のセミファイナル特別試合 KO ギブアップ決着ルール、30分一本勝負を行います。青コーナー160パンス、長谷川崎ゲー、赤コーナー 3WA 世界タッグ並びにオールパシフィックチャンピオン150パンス、山田敏夫、レフリーボブ矢沢。さあセミファイナルです。山田敏夫対長谷川早紀江、なんと格闘技ルールで30分一本勝負。格闘技ルールということは KO かギブアップのみ、コールなしですね。コールなしですね、はい。まあそれにしても、まあ、94年の現状のね、まあ、一つの傾向としては、はい、壮絶な打撃戦この辺がね、まあ、ファンの注目を集めてるわけですけれども、はい、必然的に、まあ、この試合ではね、こういった試合になるであろうということで、なんと格闘技で、そんなに元気がなりましたけれども、あ、すごい、2つさばいたんだけど、3つ目もらっちゃいましたね。でも、馬がすごくランランとしてるから、風が。このトラップで、ちょっと当たりが高かったか、長谷川。まあ、この格闘技ルールに、ね、が決定する、まあ、きっかけとしまして、先日の27日、2月27日の後楽園ホールでのタグ、3W タッグ選手権、はい、山田と山田豊田組対アジャ長谷川組で、壮絶な、なんと言いましょうか、大熱戦とはね、自然に、あれも急遽この格闘技が決まったわけでありますけれども、まあ、長谷川がどこまで攻め込んでいくか、まあ、そういったところが見どころになってくるわけですね。本当に足が大きいですね。山田より大きく見えますね。山田がやや細いって言ってますね。はい、ももの付け根の太さが全然違う。はい、うん、いや、本当に足が大きいのができるんですよね。本当ね。すごいところから今足が出てきた。下から突き上げてきたでしょ、長い足で。今後ろ回し蹴り、山田がね、気持ちよく蹴ってたところにいきなりカウンターで入りましたね。回し蹴って感じで、まあ、今度は足越しに行った。これからね、今日のカードも含めて長谷川選手に長谷川選手が攻めてシングルやる機会が多いんですよね、うん、すごいチャンスだと思いますよ。先日も、まあ、タッグでもやっぱりね、アジャさんのタッグという部分での戦いだったわけですけれども、タッグでアジャさんと長谷川が組んだら、やっぱりどっちが大将でどっちが古文かというのは謎の、ね、あんまりにもはっきりしすぎるから、いくらいい試合でもやっぱり古文だとなんかメインって感じじゃないじゃん。シングル戦でね、シングル戦でね、シングル戦といえばやはりちょっとオールパシフィックのこのチャンピオンであります。もちろん経験そういった意味では1枚も2枚も上になるわけですけれども、もちろん追われる気ですよね。はい、まあ、この試合はノンタイトルではありますけれども、そういった競技ルールどう転ぶかというのは戦場マッチのセミファイナルであります。こういうシチュエーションで長谷川が山田とシングルをやるって言って、どっちかって言って見てるけど長谷川中心に見ちゃいますよね、うん、もちろん挑戦者って感じがするから。でもどっちかっていうと山田選手の方がずっと長くメインやってるじゃないですか、ね、
だからこういう長谷川圭介選手がここまで来てるのかっていうのは認識すべきって感じがしますよね。現時点では上でも長谷川とか迫ってきてますから、やっぱり腹にのとこまで来てるじゃないですか、やっぱり。で、山田選手の方が試合のスタイルがなかなか変わってないっていうか、うん、何年も同じスタイルで戦ってますから、戦うよりも伸びて選手なんで、また変わるね、変わるチャンスはいっぱい、変わるチャンスいっぱいあるし、ね、山田選手は変わらないですからね、あんまり結構上になったら前からでプレッシャーが大変なんですよ、はい、下からも、そうですね、やっぱ上になるとある程度こう完成しきっちゃいの、それを同じ自分のレスリングやってますね、そうしますとやっぱり伸び盛りの選手って脅威ですよね、はい、まだまだ磨けば光るというのがこの世界選手ですから、しかもこの運動選手というかね、我々も生まれておりますし、おそらく山田選手、今グラウンドでもスタミナ使ってますね、はい、逆指やるときも死にもついてるでしょ、はい、体格では若干長谷川武が上回っています、厚みではね、はい、はい、右押し、右足から打って、右の先で、アキレス腱を固めていこうというのが山田としては、どういうのギブアップですね、そうですね、どうでしょうか、そうですね、どうでしょう、この格闘技ルールというのは、まあ、有利不利を語るのは難しいところかと思いますけれども、二人向きだと思いますよ、それでも、二人向きだと、この両方の選手だったら、そんなホールでやるよりは、はい、勝負しようって言ったら、締める気がするね、やっぱり。見せた方が負けですね、うん、あのお互いに今そんなに5分経過、5分経過、見場のいい動きじゃないじゃないですか、それもだけど1人がアキレス腱取って1人がヒール取ろうとしてるとかね、はい、膝のところに手を置いてるとかね、はい、怖いシーンがいっぱいありますから、はい、今度はやっぱり持ってますよね、足首とかね、はい、うん、分かんないけど普段よりはこう足首持つのでも少しに加えているんでしょうけど、大きく弧を描いていったランニングね、くぶりか、もう一発いった、難しいですね、難しい、難しいですね、自分は言わせないで見せてる分だからいいですけど、この試合は難しいですか、はい、自分だったら どっちを中心に見てますか、南選手なんか、いや、やっぱり上としては山田に目が入ってほしいというのがありますけど、やっぱり右下りだから長谷川に取られちゃうかなというのがあるんですよね、だから山田も本当ぼーっとしてないし、山田の方が辛いですね、この試合やるのは、プレッシャーとしてはね、プレッシャーの下りとしては長谷川なんかおせおせですからね、はい、だからこういう試合形式ですから、はい、柔道の試合じゃないですけども、はい、お互いが関節取って両方ともギブアップしないんだったら、はい、レフェリーのロビア様が分けちゃうとかね、そうですね、ね、でブレイクして一回立てたりとか、はい、右ばかりの選手っていうのは手が試合ですけど、あんまり疲れないと、はい、ああ、でも小瀬川選手、ヘラヘラしてるからね、はい、やはり序盤戦密着技が多くなっている、まあ、当然ね、時間長引いてきますから、この序盤戦の密着技でスタミナを消耗した方に という感じがしますけれども、仕切り直し、山田選手は自分の距離にしようとしてますよね、立ち技ではね、やはりね、振りやすい、手が出てきたらもう足も出てくる、掴まないですよね、長谷川選手、やっぱり、ね、ラリアの打ち出し、全然欲しい、ここに行っちゃダメですよ、橋川、ちょっと危険な要素を呈しているのが橋川崎、山田が勝つんであれば、ヘッカウントの強度が、試合 KO かギブアップ以外には勝敗は決しません、格闘技ルールで行われる今日のセミファイナル、
現在のところは山田選手が常に先に、はい、あの蹴りを出したんですよね。レスリングそのままに関してはどうでしょう、あの宮城選手、うん、あのアマレス的なね、ホールに取り上げると長谷川選手強いですか。あのそうですね、これだからいいもの乗っちゃえば、あ首抜け首抜け首抜け、同時の形になっていますけれども、ヘルタに放っておってるんで、今日は山田からヘルタを切るんだから、すごいね、すごいですよ、それだったらすごいですよ、次はタッグのヘルタを、一応トップの練習からヘルタを、そういうふうに実績作っていかないと、回っていかないと。これは三つ目の後ですね。決まってますか。ちょっと場内が混乱。あっと落ちたような攻め。ああ長谷川の腕が取ったランとしてきた。意識は朦朧としているか。顔が赤いというか。危ないですね。危ないですよ。危ない危ない。危ない危ないぞ。落ちてますか。ワン。ダウン。カウントを取りますか。今ね、フルストップでね、終了だというシーンでしたけれども、ここでカウントを取ります。相当締めてたですね。はい。いやいや、大丈夫か、長谷川先へ。意識もか、一瞬落ちてしまったのが。大丈夫ですか。すごいな、これ。あ、ほんと。山田ペースですね、完全に。先ほどのね、フロントレッグロックで、どうやら山田が完全にペースを、ところにしましたよね。モンドロック倒れてしまった。お、ダイビングブレーキか。勝負になってますよね。ダイビングブレーキか。投げっぱなしですね。ボールがありませんのでね、ダメージを与える方向に技を持っていきます。今の投げっぱなしなんかすごくダメージありそうだしね、はい、もう一回いった投げっぱなし、完全にくの字になってしまった体が、これがあるし長谷川で裏目がありますね、はい、投げて頭から落としておいて最後締めるって感じじゃないですか、はい、形はどうでしょう、長谷川のフィニッシュとしてはやっぱりショックスリーパーあたりでね、落とすっていう、まあ、そういった出式になるんでしょうか。ヒットが出た、的確に捉えていったランナーさまった読み返る、どうでしょう、今のあたりかなり良かったですね。ああ、締めてきた、おはじめスリーパー、ロープ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 、これで今の技で勝負、もう一戦一回、はい、いいピリとした緊張感がいいところ、肩に張りましたか、はい、もう何ですかね、これは怖い、大の字だ、山田敏夫一転して大ピンチに落ちてしまって、山田敏夫格闘技王の恐ろしさ、こういったものを肌で感じているのか、よく決まりますね、足がね、超広角の裏投げを狙っているのか、これは結局でしたね、ほとんどこのバックドロップを、ね、ラグに落としていきますからね、長谷川の超広角の裏投げ、ダメージありますね、長谷川のダウンカウントは取りませんか、ヒット、レガーとははめてない分、なんかダメージもね、なんか大きいって感じですね、この足が上げる上だ、裏投げを返していって山田バックキックフォートアップ、あーと舞台は障害か、長谷川何を狙っているか、
中はしてますね。ちょっと飛距離があったんですけれども、ここまでは山田がリードしていったこのポイントですけれども、ここで橋本が逆転か、アドレスのボールマスターを狙っていく、高速で行きましたね。中西君ブレンバスター、あんまり蹴り合いとかやった後から中西君ブレンバスターってそんなに対して、ね、大技に見えなかった今あんまり今のなんかも大変なカウンター、ゴール、もう死ぬほどなんかお二人とも消耗したんじゃないですか。ダブのクランゾーン、いい音したですね。ハリケナーですか、ハリケナークロスカウンターっていうのダウンカウントを取りました。これは立ち上がったのが通るか、立ち上がったのが勝ちになるか。場内騒然としてます。全部決めたんだよ。これは山田の攻撃なんですよね、本当は。15秒で下から蹴られたらもう位置が見えないんですよね。この長谷川の表情、後頭部に飛ばすと右に側頭部に決まった、意識朦朧、腕をぐるぐると回した、しかしホールにはいけない。完全に大の字、完全に大の字は長谷川崎、キレスケが食べた、フェイスクラッシャーかな、フェイスクラッシャー、一進一退目が離せない、蹴り出しに握る攻防になってきた、仕込もうとしてるのね。すごい、すごい、すごい、すごい。これすごいですね。ねえ。圧倒技量で相手を締め落とすか、あるいは完全に KO をするか、どちらかしか勝敗を決する道はありません。あんまりやんないですよね。ミールキック、ミールキックか。私も初めて見てるんだよ、すごいですよ、キック。
時も足が長くてなんか飛んでくるって感じ。そうですね。はい、今まで見なかったのにすごい新鮮で。ファイト。平成元年組でした。まだまだね、これからの選手末恐ろしいというね感じがいたしますけれども、ここに入った今の天の山の表情をご覧いただければね、ものすごいダメージ想像に難くないというところでしょう。ロブステップマリアット、しかしこんな体力が残っていたのか、4回飛んで円錐か、顔の音ですね。それにしてもこの超絶なスリーファイヤーの時間が20分経過、競技戦で20分というのはね、これはそういうルールでね、20分戦うっていうのはこれはものすごい、お互いの消耗度ってのはすごいですよね。エルボーを当てて、このラリアットをかわした。一進一退、目が離せないぞ。トップロープに乗って山田が捕まえた。長谷川、長谷式のダンライト狙うのか。すごいシーン。出川先を飛ばしていったか、まだ数年か、おお両者もう疲れてますよね。20分を過ぎてからこの辺りがキーになって、うまくカムバックに足をかけてリターンしてね、やりやすさからダイビングブレーンキックか、吹っ飛んだ長谷川崎だ。いや、そうですよね。これ断トツ伸びるか、もう長谷川はちょっと何か意識もようとしているの、ダウンカウントを取るのか、ダウンカウントになるか、ワン、青コーナーセコンドのレース、ツー、長谷川スリー、フォー、激を飛ばしているか、生き返ったか、うわー、なりふり構わない張り手、ものすごい消耗戦になってしまった。オープンに打って消耗戦、消耗戦一発で倒しましたね。今度は逆に山田ダウン、もう体が見ていた長谷川選手、もうすでに体力使い果たしてるんだけど、タフですね。終わりそうで終わってますね。場外だ、場外だ。壊されちゃったかな、自爆が。2回目ですしね。頑張れ。右の
の体力も残しているようです。そんな長谷川幸也の今表情どうでしょう。スタミナという面ではやはり山田の方が一枚上だったんでしょうか。消防のはどうでしょう。2分。ああ、今の。ちょっと。完全に。完全に。
壮絶な格闘技戦でしたけれども、まずは山田選手です。いや、すごい試合でした。もう蹴っても蹴っても立ってくる長谷川、どうでした？やっぱり打たれ強くなりましたね。やっぱ自分もその分やっぱりもっと長谷川の動きを読まなきゃいけないなと思いましたけど、今日だいぶね、長谷川も蹴ってきましたけれども、どうでしょう？そうですね、やっぱ空手とかやってたんでね、本来なら蹴りすごいはずなんで、まあ手応えすごくあったんで、でも今日は勝利につなぐことできなかったんで、次は必ず勝ちます。お疲れ様でした。